はい、今日私は金沢駅の兼六園口から歩いて2分ほどのところにあります中田料理学園に来ています。さあ、私最近自炊を頑張っているので、料理学園と聞いてちょっとワクワクしているんですよ、うん、さあ今私は建物の2階に来ています。そして2階中入りますと、なんとこのようにシェアキッチンになっているんです。そしてこちらにはテイクアウトやデリバリーなどを中心とした3つの店が営業しているんです。さあ今日ご紹介するのは中でも奥にありますですね、こちらのお店を紹介していきます。スイートスマイルというお店です。今年の7月にオープンしたばかりで SNS 映えするスイーツがたくさん並んでいるんです。さあここからはお店の高林さんにと一緒に集計進めていきます、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあこちらのお店ではどのようなものが楽しめるんでしょうか。はい、見て食べて笑顔になるをコンセプトのもと、思わず一目惚れするスイーツがたくさん揃っています。思わず一目惚れですよ、皆さん気になりますよね、うん、では早速一押しの商品教えてください。はい、当店一番人気のいちごのケーキ缶になります。こちらですね、かわいい、見てください、すごくかわいいですよ。クリームたっぷり詰まっていて、いちごの赤色がアクセントになって、もう思わずときめいちゃう、一目惚れしちゃいますよ。では早速こちらのいちごのケーキ缶、今日は特別にこの店頭でいただきます。はいはい、あ、このね、手のひらサイズでパッケージもすごい可愛いんですよ、うん、ではよいしょ。わ、クリーム本当にたっぷり、すごい、どこから食べるか迷っちゃいますが、うん、まあ、美味しそうですよね。よし、あ、見てみて、わー、いちごもたっぷり入ってますよ、うん、いただきます。いちご大きい、うん、うーん、うん、スイートスマイル甘くて美味しい、うん、スイートスマイル、もう少しスポンジもいこうかな。あ、結構ガッツリガッツリ、わ、見てクリーム本当にたっぷりなんです、うん、ガッツリスイートスマイル、美味しい、はい、ですね、クリームがすごく濃厚でコクがありますし、いちごも本当に酸味があってとっても美味しいです。スポンジもふわふわ、もう何口でも何口でも食べたくなるような味わいですよ。すごくこのクリームが特に濃厚で美味しいんですけれども、何か秘密があるんですか。はい、北海道産の生クリームを使用しておりますので、すごく濃厚で滑らかな食感となっております、うん、本当に滑らかふわふわですよ。さあそしてこの生クリームを使った食べ物他にもあるんです。こちらになります。こちらはフルーツサンドですね。はい、そうです。はい、様々な、ね、種類がありますし、サイズも結構コンパクトですから、いろんなものを買っていくのいいかもしれませんね。で、中には上の段ご覧ください。シャインマスカットや梨など旬のフルーツもたくさんあるんですよ。いや、いろいろ買ってこうお土産にするのもいいかもしれませんね。さあ、さらにですね、生クリームを食べるだけではなく飲んで楽しむこともできるんです。それがこちら見てください。いちごミルク飲むコーヒーゼリーといって、実はここにも生クリーム使われてるんですよね。はい、自家製のいちごピュレとともに北海道産生クリームを味わえるので、すごく滑らかで美味しいドリンクになっております。いちごの味と、あとはコーヒーゼリー味ともありますから、皆さんいろいろね飲んで楽しむのもいいかもしれません、うん、さあここまで甘いものをご紹介していきましたけれども、実はあちらご覧ください、なんとしょっぱいサンドイッチもあるんですよ。いや、いいですね。なんかいろんな種類ありますけれども、特におすすめってありますか。はい、人気なのはケバブサンドになります。ケバブですね。ケバブサンド、どういったサンドイッチになってるんでしょう。当店で1から仕込んでおりまして、辛さがすごく得意な方には3からに挑戦してほしいほど、ちょっと辛い商品になってます。すごい辛さがいろいろ段階が選べたりもして、すごいいいですね。いや、私もお昼ご飯に買っていこうと思います。さあここまで様々な美味しそうなものを紹介していきました。テイクアウトもいいんですが、実はあちらですね、イートインスペースもあるので一緒に行きましょう。お願いします、はい、入り口付近にはイートインスペースもありまして、ゆっくり食べたり、あとは写真を撮りながら楽しむこともできるんです。さあそしてこちらにはすごいですよ、またしてもドドーンと、これどうかな、スイーツ用意していただきました。こちらは何ですか。こちらトゥーンワッフルになります。トゥーンワッフル、
フンワッフルってもしかしてあの韓国で人気のワッフル？はい、そうです。韓国で人気のワッフルを日本風にアレンジしたもので、サイズが大きいのとたっぷりのホイップクリームが特徴になってます。ちなみにプンって何ですか？太っちょという意味で、もう見た目の通りサイズが大きいです。太っちょ、ちょっと飯田さん聞きました？太っちょワッフルですよ。私プンカブトです。プンカブトいい名前もらってプンカブト、はい、じゃあ私はプン吉田になるかもしれません。はい、では食べていきますね。いや、たっぷりのチョコレートがねかかってますけれども、ホイップだけなのかな、何だろう、おすすめなんでしょう。かぶりつくのがもう王道になってます。かぶりつくのが王道なの？何このまんま、そのまんまをかぶっといてて、大きい。これホイップの他にも何か入ってるのかな。そうそう、ラグビーボールみたいじゃない、はい、このまますごいです。顔より大きい。いただきます、ね、いけるのかな。うんホイップたっぷり詰まってますし、うん、もうこれは何口でも食べたくなるような美味しさ、なんか疲れとかもね取れそうな感じ。いや美味しいですよ、皆さん、うん、ぜひ食べてみてください。はい、こちらのお店ねたくさんのものをご紹介していきましたが、こちらのお店は午前11時30分から午後の8時30分までの営業となっています。ランチタイム、カフェタイム、あとはお昼、あ、夜ご飯ですね、いいかもしれません。では最後に高林さん、何かコメントがあればお願いします。はい、今週の火曜日からクロッフルというクロワッサンとワッフルを掛け合わせたスイーツを販売しております。ぜひお買い求めください。さまざまなスイーツどんどんこう進化して置かれていくわけですね。皆さんもいろんな季節に来てみてください。今日は金沢駅の近くにありますスイートスマイル、とても可愛らしいお店からご紹介しました。以上、中継でした。